完璧な感じだったので、もう最初はお任せして来ていただくっていうことだけですね。中国にも通いますよね。そうです、だから日本との架け橋になればということで。続いてこちらは楽色。江戸城の大奥で着ていた服をイメージし、中国でも高貴な色とされている紫を基調としています。ちょっと可愛い感じで、大人のフェミニンさみたいな可愛さみたいなのを出したくて、こうやってギャザーを寄せれるようにしました。こちらは折り紙。鮮やかな赤が見るものを引きつけ、生地を縫い合わせて日本の文化折り紙を表現しました。ミシンがここまでは入らないので、ここは裏からまつったりとか、できるだけ表に縫い目が見えないような風に、そこはこ苦労したところというか工夫した点ですね。もうよく学生たちもね、ここまで頑張ってやってきたなと思います。あとはもう本番を待つばかりです。大丈夫です。ファッションショーは明日の午後に中国北京の中日友好協会で開かれ、北京市民などおよそ500人の動員が見込まれています。さあ、どのような反応がありますか。楽しみですね。なんか学生やから大したことないと思ってたんですけど、うん、違いますね、お世辞抜きでなかなか独創的で才能ありますよね。そうですよね、学生16人に院生女子ら合わせて34人が23点をデザインしたということですからね、はい、ぜひ成功してほしいものです。はい、本当です。はい、さあ次です。はい、神戸で最も歴史の古いブラジル料理店コパカバーナ、昨日の夜この店であるパーティーが開かれました。ブラジルの家庭料理と本格的なサンバショーが楽しめるお店として30年以上の歴史を誇るコパカバーナ、ここに来月から本場仕込みのサンバアカデミーが開設されることになりました。その前祝いのパーティーです。講師を務めるのはこの店の店長であり、またブラジルで最も有名なサンバチームベイジャフロールのダンサーとしても活躍する田中バヌーザさんです。バヌーザさんはベイジャフロールの日本支部代表も務めていて、このアカデミーはベイジャフロールジャパンが主催するまさに本場仕込みのサンバスクールです。クラスは基礎から応用まで5段階に分けられていて、レッスンは毎週土曜日の午後3時から営業前の時間を利用して行われます。全部発散できるようなって感じがして、サンバのリズムがすごく好きなので、すごく楽しめるからいいかなと。ブラジルでは街の至る所にクアドラと呼ばれる練習場があり、誰もが幼い頃から気軽にサンバを楽しめる環境が整っているということです。Eu quero fazer uma academia de samba com a cultura do Rio de Janeiro, verdadeiro samba, samba de quadra. E eu gostaria que as pessoas japonesas que moram em Kobe venham conhecer a nossa energia com beleza de samba. Copacabana, o Nihon no Quadra ni Samba Academy は来月1日に開校予定です。会費はですね、1回のレッスン料を含めて月に3150円で、その後は90分のワンレッスンごとに2000円が必要だということです。コマーシャルの後は人生シグナルです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。What is glory? 例えばスーパーグローリーは人に代わって安心確実に釣り銭を自動で払い出し、
レジ業務のスピードアップに貢献しています。 We secure the future. Glory.